どうも、ひかりまんです。今日も元気にワンパチ生活やっていきたいと思います。今日は、どんな配達が待っていることやら。はい、ということで、ウバパチ生活とは、ウーバーで稼いだ金額を、その日にすべてパチンコにぶっ込み、その収支で暮らす生活のことである。現在7時37分。すごい早起き。オッケー。もうね、明大行きたいんだよね。絶対明大の方がなるし。今空いてんのかっていうか、港南マック空いてたらまあ空いてるね。あの配達予定時間が10分から20分になってるな。っていうことはちょっと配達員少ないのか。いつも確か5分から15分だった気がするから、多分ちょっと足りてない可能性ありますね。その前に R1、今日目標3件です。3件でのまたぎ1段階目、5件クリアなんで250円もらえると。で、合計それで1150円かな。やばい、着くまでにならないとちょっときついぞ。いや、マジで今日もなり悪かったらもう明大行くぞ明日から。メインはいないと。57分いきなり15分無音ですね。オーナーも捨てるわ。オーナーもいらねえ。時代は明大だ。あと、オーナーマック、どのタイミングでやっとんねん。2.4 キロかい。しかも 2.4 キロ遠くない？どこに 2.4 キロ？泉。ああ、じゃあこれ終わったらもう明大行っちゃうか。どのタイミングでやっとんねんお前。はーい、待てます。さあ 2.4 キロヘッドスタート。あ、これはもう明大でしょ。この流れで明大行っちゃおう。もう方南町、もうあんな鳴らし方するんだったら俺はもうダメだよ。お前なんてもう知らないだろ。でもあの位置で鳴ったってことは、あの位置までの半径の位置に配達員がいないってことだから、いや相当今配達員いないんだろうけど、注文数がな少ないんだよ。方南町こんな少なかったっけ。方南町の配達員は基本もうなんだろ、ちょっと都心から離れてるとこだから、もうメンバー固定されてんのよ。だからもう相当多分ヤバい配達員が何人かいて、リピーターめっちゃ減らしたんだろ。これこんな注文数少ないはずねえもん。手出ちゃった。まあ、あいつ調子よくてんな。おいおい、ふざけんなお前。おい、ふざけんなよ。どうしました？お前全部取ってっかな。全部取って、今謝んだったら許すよ。なんか、いや、なんか気づいてなかったですよ。まあいいや、気づいてなかった、はい、いや、どんなギリギリのお前幅抜いてきて。いや、すいません、気をつけろ。ここ知ってる？自転車の一番左の車線はどの位置通ってもいいって分かってますよ。あ、避けたつもりだったんですよ。すいませんね。大丈夫ですか？あ、あれだな。多分あれ。で、今鳴った方南マック。おい、なんでこの時点でなんだ。方南マック。なあ。で、あれね。あれ。5631ね。OK。捉えました。あれです。
でこれも撮ります。さすがに今回の車体叩きはもう壊れてもいいんじゃないかって思うぐらいやりましたね。で、もし見てたら、もし本人が見てて、なんか車体傷ついたよみたいなあるのであれば全然言ってきてください。徹底的にやりましょう。手がもういけんだけど。はい、じゃあお願いします。いやマジで俺あのスピードで俺の横来たら全員叩くからね。あの距離であのスピードで俺の横通ってきたら全員叩くからな。でもさっきの人は多分本当に分かんなかったんだろうね。心から普通になんか大丈夫だと思っちゃってみたいな、全く悪気なく。いや逆に怖いよね。全く悪気ない方が怖い。もうバスよりも20倍ぐらいの力で叩いてるから、まあ、この叩きでね俺が叩かれる可能性あるとしても俺は行くとこまで行くよ。徹底的に戦うぞ。こんなクソドライバー野放しにしていいはずないからな、ね、自転車相手舐めやがって。お前そもそもどんな理由があろうとあんな近さで抜いていい理由にはならねえから、ね、俺が死ぬか向こうのボディがちょっと傷つくから、ね、そりゃどっち取るかだよな。グッドスタート。あ上ね、遠いなちょっと。いやちょっと今回はなんでだろうね。もう今まで溜まってたドライバーへの恨みが全部発散爆発したんだろうな。だってバスの20倍の力で、追いかけてまで叩いて、そして手数もめっちゃあったからね。何でもありのドライバーたち、道路は未だ世紀末ということで、今回は北斗の拳、北斗無双やっていきたいと思います。あと1件になるかな。こんな感じだったらなりそうだな。こういうのはね、避けるのよ、ね、こっちが避けられる状態 で向こうも行きにくそうだなとかなった時は避けんで全然。たださっきのあれはふざけすぎ。こっちが左に最初から寄って走ってればいいじゃん。いや違うんだよ、そうするともっと危ないから。いけんじゃねえかなみたいな感じで思ったドライバーがビュンビュンギリギリを抜いてくから、だから真ん中走るんだよ、いけないように。もうルール上は問題ないことをやってるだけで、ただ邪魔だからっていう理由でギリギリを毎回抜かれるんだよ。しかも交通弱者に、やばいでしょ。なんかさ、歩道がない普通の道路、路地とかをさ、歩行者が歩いてる時にそんなギリギリで自転車で抜こうと思わないもんね。自転車対歩行者でも結構距離空けて避けるのにさ、あんな鉄の塊、人殺し兵器をさ操っといて、あんなギリギリで抜かれちゃもう叩くしかねえんだ。ぶち壊すよ。もう叩かれて当たり前だから。車なんて壊すためにあるんだから、壊すために生まれてきてんだから。俺に叩かれるために作られて生まれてきてんだよ車は。見ても調子よくて走ってんだお前。はい、あと一件。全然今のなんてさ覇気感じないじゃん。そのままゆっくりお互い避け合って通過しましょうっていう感じに出てるじゃん。たださっきのは違うんだよね。俺が叩く基準はそこだよ。なんかこいつ俺にやってこようとしてんな、なんか自転車相手にみたいな、そういうのが少しでも見えたらもう叩きまくりだよ。さあ一人また、おい、なんだこれ。幡ヶ谷、まあ行かないよな、行かないよな。さっきのさ、行っとけばよかったな。もう終わってたな、そしたらな。いや、あそこから15分ぐらい無音ですから、15分あればもう終わってたよ。方南町はもうやらない、もう次から明大。今日も2件だよ。まあ2件やればパチンコ1回できるんだよ。木、金、土、日、4日間で11件いけるか。これギリギリの戦いだな。もう行きます。ドンキ行こう。水分をちょっと補給しに行きます。今端数500円、550円ぐらいか。いやー今のもちょっときついな。
めすぎでしょ。いや今危ねえよ抜き方。こっちどこでも走っていいのよ。だから真ん中でもどこでも走っていいの。左の車線は一番左の車線、自転車どこでも走っていいの知らないんですか。は？いやだから知らないんでしょ。何もしてないのはこっちだよ。それでそんな走ってくんなお前ギリギリ。分かった、それ分かってくれだったら行くよ。え、何？なんか今なんかヤバくなかった今。あ、話？うん、いい。なんでこっちが前止められて、こんなこと言われなくちゃいけないの？いや、普通に抜いただけじゃん、しかもこっち。普通に抜いただけじゃないか、あんなギリギリ抜かれて。じゃあ、なんで真ん中走ってじゃん。いや、だから真ん中はどこでも走っていいな、そこ。だからそれを知らないんですよ。警察呼ぶよ。あ、呼んでいいよ。真ん中走っていいじゃなくて、うん、いや、いいじゃなくてって。左走でしょ。いや、だから一番左、だから 2車線以上あるあの道路は一番左の車線は自転車どこでも通っていいんですよ。第一レーンの左端でしょ。左車線じゃないじゃないです。いやいやいや、あ、だからそれはじゃあ、じゃあ警察署まで確認して。レーンがあるわけじゃん、自転車の。自転車はい、というわけで今日も Uber で稼いだ600円、500円分やっていきます。世紀末、世紀末だ。行くぞ、うん、時は世紀末。来た。世界は最終戦争の効果に包まれた。人間の枯れ地が裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。どうだ。終わった。終了。いや、めっちゃ回った。一パチ、一パチいきます。今日は世紀末。Thank you.
五星拳行くぞ拳士よ北斗神拳とはこの程度か北斗神拳に2対1の戦いはない決着をつけよういや行かないよな保留がそれは手を保留が何もないからはい、ということで買ってきました。はい、水分、牛乳、もやし、残金560円から371円、残金189円。しょ、最高。ね、見た警察のあの感じ、今全部撮ってますよみたいな言っても、で、あれ見せたところで何もできないからね。あれ以上にだってバス動画のあのもう一部始終っていうか、もう全部のシーン載ってるやつを持って警察署行っても、あ、じゃあ分かりました、一旦帰ってもらいます、お引き取りくださいみたいなね、返されようとするからね。しかも弁護士付きで行ってもね、もう何にもできないということが分かるじゃん。それあの自転車側がドラレコつけてようが何しようが、それをすごい、まあぶつかればまだいいよ、だから怪我すれば対応してくれると思うよ。ただ怪我 しないギリギリの危ないっていうやつとか、危ないっていう時点でもう向こう側の車側の違反なんだけど、それやられてもうブーンって行かれてもう終わりだから。ほんならいちいち何回あんだよ、何回違反されてんの車に、自転車は。だから俺はそれをね、一切の一人残らず追いかけて捕まえます。はい、警察じゃ捕まえられないんで、捕まえて、認めさせます。で、今日はね、今日は多かったみたいに思うじゃん。いや、今日はたまたま捕まえられたっていうだけだからね。1時間の配達で2回あんなことが起きて、もう本当は3回ぐらい起きてんのよ。あれ、それはもう捕まえられず、ブーンって行かれて逃げ切られました。違反されたけど逃げ切られたやつがもう一回あったんだけど、でたまたま運よく捕まえられたっていうだけだよね。捕まってないだけで、だから自転車側は車側に毎日何百件何千件と違反されてますから。何、交通量多いからって、何最初のあの警官の警官のよ、何しょうがない車側だよね、やっぱね。だから警察持ってっても何もしてくれないから、ネットにばらまいて炎上させるんですよ。それしか方法がないんです。東京の道路は未だ世紀末。いや、やっぱ知らなかったね。やっぱドライバーのレベルあのぐらいだと思うよ。2車線以上の車線の一番左の車線は自転車はどこを通ってもいいっていう、そんなのドライバー免許持ってるやつですら1割も知らないと思うよ。で、かたくなに認めなかったからね、最後。いやー、もうきついわ。煽り運転のあの女を思い出したわ。あ、すごい。そんなことしなくても、俺が全部晒すって。俺がやったことも全部。
ギリギリ抜かれた後にわざわざこう追いかけて車の進行口立ち塞がって、それもまあ違反だろうね、進行妨害みたいな、なんか違反なんじゃないかな。ただ俺は違反してでもルール守ってた俺に違反してくるやつは全部捕まえるからな。東京から車滅びろ、時代遅れが。歩け、こげ、こいで歩け。